フロッピーディスク。フロッピーディスクは磁気ディスクの一種で磁性体を塗布、上着した樹脂製小円板を樹脂製の保護ケースに入れたものである。本来は記録媒体、メディアがフロッピーディスク、またはフロッピーディスクメディアで駆動装置、駆動し読み書きする装置がフロッピーディスクドライブと呼ばれる。両者とも略してフロッピーなどと呼ばれることも多い。また、 フロッピーディスク、フロッピーのように書き表すこともある。俗称のフロッピーディスクが普及したが、レトロニム、日本産業企画の用語集では、フレキシブルディスクとフレキシブルディスクカートリッジである。最初のフロッピーディスクは1971年に IBM が開発した。当時の名称はフレキシブルディスケット、またはディスケットで IBM の登録商標となった。 IBM は一般向けにはフロッピーディスクの用語も併用している。かつては3、1、2インチ型媒体を使用する読み取り装置を3.5型駆動機構と呼んでいた。なお、フレキシブルもフロッピーも柔らかいの意味で命名されたもので、登場当初はメディアの構造が薄いディスクを薄い保護ケースに包んだ薄く柔らかいものであったためである。 これに対して、従来の硬い磁気ディスクは、ハードディスクや、ハードドライブと呼ばれるようになった。磁気ディスクの一種で、駆動装置からの取り外しが、可能、リムーバブルな記録媒体、メディアである。磁性体を塗布した、厚さ 0.075mm のプラスチック円盤を、駆動装置で回転させ、円盤の片面内しは両面に、同心円状に信号を記録する。現時点で、 一般的なハードディスクとは異なり、駆動装置から媒体を取り外すことができることが特徴である。ディスクの直径により、8インチ、5インチ、4インチ、3インチ、2インチの3種が主に知られる。1969年に読み取り専用の8インチフロッピーディスクが、生まれてから1990年代末にかけて、小型コンピュータのデータの記録に広く用いられた。その後、 小型コンピュータの性能の向上により、扱うデータの容量も増大したため、CD や DVD、BD などの記録型光ディスクドライブが、パソコンに標準搭載されるようになり、2000年頃以降は徐々に、廃れていった。1998年に発売された iMac は、CD-ROM ドライブのみを標準搭載し、フロッピーディスクドライブは廃止された。2000年頃より、 ノートパソコンで続いてデスクトップタイプでもフロッピーディスクドライブを内蔵していない製品が増えたこのような製品で OS インストール時のドライバの組み込みバックアップや復元作業など何らかの事情でフロッピーディスクを使う必要がある場合 USB 接続による外付けのドライブを利用する2000年代後半頃には市販のパソコンではほぼ搭載されなくなり自作パソコンでも 機対用のマザーボードが出回るなど、事実上、レガシーデバイス扱いとなっている。代替メディアとしては、記録型 CD、DVDBD、USB メモリ、SD メモリーカード等の隠しメディアがあり、配布、保管などの役割を分けて普及している。また、ネットワークの発達によって、物理的な媒体をデータ交換に使用すること自体が減少した。 現在でも BIOS のメニューのみで認識させられる数少ないメディアである。一部では需要があり SD カードやメモリースティック、コンパクトフラッシュ、スマートメディアなどのカードリーダーと3.5インチフロッピードライブを一つにまとめた製品が販売されている。また3.5インチ型は最も普及していたことから現在でもファイルの保存などに使われるマークの図柄、アイコンとして 多くのソフトでその形がモデルにされ、ユニコードにもフロッピーディスクの絵文字、フロッピーディスク U プラス1回 4BE がある。しかし、2013年の調査では、アメリカ合衆国の小学5年までの子供のうち、保存アイコンが何の絵であるかを理解しているものは14%しかいなかった。磁気ヘッドがメディアに接触する際、ヘッドの接触痕跡がメディアに残る。 この痕跡はヘッドごとにユニークであると言われる。記憶媒体の中では磁気テープと並び、読み取りの痕跡が媒体に残る数少ないメディアである。2019年8月現在、フロッピーディスクドライブはオロテックや株式会社イサが生産しているが、フロッピーディスク自体が2011年3月のソニー撤退により生産終了した。円盤、ベースの直径。 ないしその外側の正方形状の階層の辺の長さで分類される。主要な仕様を挙げれば 200mm8 インチ、130mm5.25 インチ、90mm3.5 インチなどがある。5.25インチは5インチと呼ばれることも多い。3.5インチについては同時期に3インチ前後の仕様が複数提唱されていた経緯から、 誤解を避けるために3インチと呼ばれることは稀である。先行製品の磁気ディスクでは金属ベースだったこともあり、初期にはディスクを剥き出しで扱うものもあったが、フロッピーディスクではその名の通り薄い樹脂のベースである。ため、ほぼ全てのものが、おおよそ正方形の外装から取り出さず、常に入れたまま使うようになっている。駆動とアクセスのために外装の中央と、 一箇所に放射状の穴が開いている。外装は主要な仕様では、8インチと5.25インチの、ものは薄く弱い樹脂製、3.5インチでは、高質のハードケースになっている。他の仕様も大体、そのどちらかに似ている。内側には不織布による打ち張りがある。3.5インチのケースのヘッドアクセス用の穴がある、部分は、金属、または、 プラスチック製のシャッターで保護される。シャッターはディスクドライブ内部でスライドして開き、閉じるときはケース内のバネの力で閉じる。なお、このシャッターにはロック機構はないため手で開けることもできてしまうのはメディア保護の点では良くない。外装はエンベロープともジャケットとも呼ばれるがディスクの一部とも言える。この外装ではなく8インチや5.25インチのディスクにおいて 保管時に、そのさらに外側に被せる、一方向が開いた袋、紙製が多かったのこともまた、エンベロープとも、ジャケットとも呼ばれることがあり、混同に注意を要する。円盤が入っている正方形状の外装は、紙製ではない。最初期に、ソニーが発売した3.5インチディスクドライブは、シャッター自動開閉機能がなく、ディスクの出し入れ前後に手でシャッターをスライドさせて、 開閉する必要があった。やがてドライブにシャッター自動開閉機能が搭載されたが、その頃は自動開閉機能のないドライブとの交換のために手でシャッターを開けると開けた位置でロックされ、ピンチと書かれた部分、片部分をつまむとロックが解除されてシャッターが閉じるという機構のディスクが発売された。このディスクは自動開閉機能搭載のドライブには 手でシャッターを開けずに挿入することができた。やがて自動開閉機能が一般的になり、開けたままロックできる機構は消えていった。日本では SI を使用し、計量法の関係上、正式な製品名称では、サイズを具体的にインチで表現することが禁じられており、サイズはミリメートルで表し、インチの数字については、型といった表現の使用を見られる。例 5インチ、90mm3.5 インチの一般的な 2HD のメディアでは、約1.2から 1.4MB の容量があり、では 90mm3.5 インチのものが主流である。さらなる小型化を試みる動きもあり、80mm3 インチや 65mm2.5 インチも発表されたが、計測機など一部機器の記録メディアとしての利用にとどまり、主流にはならなかった。 また、大容量化を試みた製品も数多く存在していた。概要を大容量、フロッピーディスクの節に記す。1枚で1メガバイト程度という容量は、現在のように画像や音声データを扱う用途では不足する。しかしフロッピーの代替となる標準メディアがなかなか現れなかった。また、かつての PC、AT5 換気では、 唯一の起動可能かつ読み書き可能なリムーバブルメディアだった。そのため、主に起動用や一部周辺機器のデバイスドライバなど、少量のデータの受け渡し用として広く普及し、でも利用されている。なお、類似のものにクイックディスクやスーパーディスクなどがあるが、共に広く普及することはなかった。読み込みのみを許可し、書き込みを禁止する設定ができ、書き込み禁止、または ライトプロテクトという、その書き込み禁止の操作は各メディアにより異なる。ノッチを元に戻す、シールを剥がす、シールを貼るなどの逆操作を行えば、再び書き込み可能状態になる。ディスクドライブは、ノッチ、または、シールの位置に配置した光センサー、またはスイッチで書き込み禁止の状態を判別する。他のディスクメディアと、基本的には同様であるが、 簡単に説明する。ディスクには片面であれば1枚、両面であれば2枚のサーフェースがある。各サーフェースには同心円状に独立した多数のトラックがあるスパイラル状のディスクもあるがまれ。各トラックは一定の角度ごとに複数のセクタに分けられている。フロッピーではほぼべてのディスクが線速度一定ではなく、角速度一定のため内周と外周で 記録密度が異なる。セクタ1の判別において、各セクターの開始角度に対応する内周の記憶領域外の位に、穴、インデックスホールが開けてあり、光学センサで検出するなどといった機械的方式が、ハードセクター方式、第1セクターの位置の見穴があり、後続セクターの位置を、各トラックの物理フォーマットより、磁気パターンで検出する方式が、ソフトセクター方式である。 読み書きの処理が行われるタイミングによっては、論理的には、連続したセクターを、物理的には1セクター置き、あるいは数セクター置きに配置すると、前のセクターを読み込んで処理をした後に、ちょうどタイミングよく次のセクターの読み出し位置に来て、連続して読み書き可能にできることがある。この技法を、インターリービングという、インターリーブディスクストレージでのインターリーブ、同様の理屈で、 トラックごとに第一セクターの位置をずらす手法もある。フロッピーディスクの容量表記には二進セ当時が使用される場合が多い。しかし 1.44MB など一部に独特の表記もあり、1.44MB は1.44千千24バイトである。詳細は MB 実際の使い分けを参照。また各種フォーマットの容量についての詳細は、下記フォーマットを参照。 3.5インチの 2DD と 2HD は、自生体の品質の要件、塗布圧などと 2HD のみ、外側ケースに穴、HD 検知口が開いている、以外の差はない。3.5インチの 2HC と 2HD については、メディア自体は全く同じ 2HD であり、物理フォーマット、ローレベルフォーマットが違うだけである。具体的には1トラックあたりのセクター数の違いである。 PC-9800 シリーズで用いられるに、HD フォーマットとはこれに加えて1セクターあたりのバイト数、セクター長とトラック数も異なる。フロッピーディスクでは、物理フォーマットという言葉は、ハードウェア形式を指す用語ではなく、論理フォーマットの一段下のレベルのフォーマットを意味し、セクター長やトラック数などのパターンのマッピングを指すものである。 なお、一時期の日本では1.44メガバイトフォーマットの 2HD が 2HC と呼ばれることがあったが、誤りである。フロッピーディスクは磁気ディスクの一種なので、磁気に弱い。ある程度以上に強力な磁石を近づけると、記録されている情報は破壊されてしまう。埃などの異物の付着や汚れにも弱く、記録面は汚れると情報が読み取れなくなり、破壊に至ることがある。 また、高温多湿や紫外線も嫌う。常に磁気ヘッドと接触した状態で読み書きを行うために少しずつ摩耗し、利用には限度がある。アクセス時以外にはヘッドをディスクから分離する機構のドライブもあるが、はヘッドとディスクが常に接触するドライブが一般的である。摩耗が重なるとディスクの磁気が弱まり、記録された情報を維持できなくなる。 ただし、その摩耗は一般使用では無視できるレベルである。ジスでは1トラックにつき300万回は使用できる耐久性を持たせるよう定められている。フロッピーディスクは適切な使用と保管をしていれば100年程度は情報を維持できるとされる。しかし、雑に扱うと破壊に至る可能性が高くなるデリケートな記録媒体であり、保管方法によっては 数年程度で読み込み不良となる場合もある。寿命を伸ばすには、磁気、ホコリ、汚れ、高温多湿、紫外線を避ける保管方法が必須となる。もともと、フロッピーディスクのようなフレキシブルな円盤に、磁気情報を記録させようとする報告は1960年代から、あり、例えば、ピアソンの研究報告では、容量を12.5キロバイト、40トラック、 回転速度は 1800rpm でヘッドは非接触式のものであった。1970年、IBM によって IBM システム370の IP l ローダーとして8インチの IBM23 フロッピーディスクが開発された。容量は 80KB。1972年にはやはり IBM から新たな IBM33 フロッピーディスクが開発され、 翌年発表の IBM3740 データ入力システム用であった。これは容量4 0 0イトディスケット1枚で1900枚のパンチカードに匹敵するデータを格納できる、当時としては画期的なものであり、フロッピーディスクの基本にあたる。その後ディスクを両面化し容量を8 0 0イトとした IBM43 フロッピーディスクとなり、 さらに倍密度化して1.6メガバイトの IBM53 フロッピーディスクが登場する。その後小型コンピュータやワードプロセッサの記憶媒体として利用されていく。初期の8ビットや16ビットパソコン用としても1980年代後半、前後まで使われていた。ミニフロッピーディスクとも呼ばれる。デスクの上に乗せるには8インチフロッピーディスクドライブは大きすぎると考えられ。 その小型化が要求された。シュガートが起こしたメーカーである米、シュガートアソシエーツは1976年に SA-400 と呼ばれる5.25インチのディスクとドライブを発表、発売した。当初は容量が109.4キロバイト、1S、片面単密度、小さく、大いにヒットした。なお1980年には、両面、倍密度として、 容量を約4倍の4 3 7 5イトとした SA450 が発売されている。また小型化により、コンピュータへのドライブの内蔵も可能となった。また小型化に伴い容量は一時的に減少している。1978年にアップルコンピュータの Apple II では、容量1 0 0イトのドライブが採用された。その後、 フロッピーディスクはコンピュータにとって必要不可欠なものとなり、広く普及していった。5.25インチのディスクは 1D、片面倍密度や 2D、両面倍密度などに発展し、2DD、両面倍密度バイトラックを経て、やがて主流となる 2HD、両面高密度に至る。日本では、電電公社、現在の NTT が5.25インチに、 HD ドライブの開発を行ってきたため、発表当時は電電校社フォーマットドライブとも言われた。これは容量が約1.2メガバイトで、電気的にも8インチドライブと互換性をとっており、8インチドライブからの代替が可能だったのもスムーズな移行につながった。ごく古い MS DOS 等の5.25インチに HD 用ディスクフォーマットを持たないオペレーティングシステムでも、 これを8インチ 2D ディスク用フォーマットで代用できた。ただし信頼性は8インチディスク同様に問題があり、時期に弱く、外装も変形しやすく、それに入った、自生体は常にヘッド部が露出し、さらに自生体を塗布した円盤の中央部も露出している。このため保管時は専用の封筒を用いねばならない。また開口部からは常にゴミやホコリが 内部に侵入する危険性があり、その他その脆弱性により取り扱いには相当な注意を払うことが要求されているのであった。なお、ヘッドと自生体は接触性であるがみまもが心配されるが、これは当時1トラックの連続使用で100万パス、360rpm で46時間が保証されていた。また、ドライブが自生体の円盤中央部をクランプし、 チャッキングする際の精度やその部分の耐久性も弱点であった。1980年にソニーが3.5インチのディスクを開発し、1981年発売の A 文ワープロシリーズ35の外部記録媒体として採用、発売した。8インチや5.25インチのフロッピーディスクは薄い樹脂製の袋に磁気ディスクが収められていたが、 3.5インチではプラスチック製の硬質なケースに改められた。金属製のスライドカバーがあり、5.25インチディスクと比べ地製面が接触から守られた。1982年に発売された同社製の SMC-70 からパソコンにも搭載されるようになり、1983年にヒューレットパッカードが HP-150 に採用したほか、 ソニーも同年に MSX で採用し、Apple も m a c ン i n t o s h に採用した。PC9801U 以降の98シリーズやあたり ST、a m i ガ g a にも採用された。ソニーは1985年に未フォーマット時 1.6MB、フォーマット時 1.44MB の 2HD のディスクを開発し、1987年に IBM が PS にに採用して、PC 互換機もこれに追従。1988年までに3.5インチディスクの販売枚数は5.25インチを超えた。1991年に2.88メガバイトの超高密度 2ED を採用した、NEXT CUBE や NEXT s h o n IBM PS にモデル57などが販売されたがこのフォーマットは普及しなかった。 この後3.5インチフロッピーディスクは大いに普及し、最盛期では世界市場で1995年にディスクが年間約45億枚、2002年にはドライブが年間約1万4000台製造された。1993年頃から CD ロムが普及し、ディスクの生産枚数が減少。ドライブも2002年をピークに生産数が減少した。アップルは年に フロッピー非搭載の iMac を発売して話題になった。1980年、ソニーの英文ワープロシリーズ35の外部記録媒体として採用。翌年発売。1982年、ソニーのパーソナルコンピュータ SMC-72 搭載。1983年提唱の MSX が、1984年5月の 発売時までに3.5インチに一本化されたこともあり、日本では、ホビー用途の機種や、ワープロ専用機では、普及が早かった。しかし、3.5インチのメディアは5.25インチより、高価で、ゲームなど、パッケージソフトの価格にも、同風媒体による差があった。パソコン関連雑誌の付録メディアについては、露出した金属を流通させてはならないという付録に、関する規制のため、 3.5インチのメディアを付録として使用することができなかった。シャッターのプラスチック化は価格よりもこの対策が主要因である。なお、チャッキング部分は露出していないため金属製のままとされた。なお、後にはディスクと同じ厚さのボール紙で囲うことで金属部分を露出させないように対処した。また、ビジネス用途では日本電気製 PC-9800 シリーズ。 などの中期までは互換性を重視して5.25インチが主流だった。だが、ホビーユースでは、いずれの16ビットパソコンも3.5インチを採用したため、両者間のデータ共有が少なからぬ問題となった。結局、家庭用では安価な3.5インチ FDD 標準、搭載のホビーユースモデルに5.25インチ FDD を外付けする手法で対応した。さらには、 エプソン PC シリーズの一部では3.5インチ FDD と5.25インチ FDD の両方を標準搭載したパソコンも発売された。1984年1月、Apple コンピュータのマッキントッシュが3.5インチを採用したのを皮切りに世界的にも各社が3.5インチを用いるようになった。1986年、IBM は IBM PC コンバーチブルで3.5インチに DD を採用。1987年には PS2 と PS55 の全モデルで3.5インチを採用。回帰種は 2DD、上位機種は 2DD および 2HD を搭載した。後の上位機種には2 e d も追加された。この 2HD のフォーマットは 2DD のフォーマットを単純に2倍にした形である。 5インチでの電電光車フォーマットをベースにした、国産各社の3.5インチの 2HD フォーマット、正確には 1.21MB や 1.23MB などとは互換性がなく、相互に読み書きできなかった。ただし、PS2 や PS55 は企業向けが中心であり、また当時の PC、a t 互換機はまだ5.25インチが主流であり、2ED は、 ネクストションなどのワークステーションに採用された程度であまり普及しなかったため影響は限られていた。しかし1990年に DOS-V が登場して1991年にオットグモス m 3.5インチを推奨し3.5インチ標準搭載の PCAT5 換気が一般家庭を含めて日本で本格的に普及すると日本 PC-9800 シリーズ FMR シリーズ、FM タウンズなどと、世界、PC、AT 互換機では、両社で標準となった3.5インチの2、HD フォーマットで互換性がないという問題の影響が拡大し、PC、AT 互換機の普及の過程で混乱があった。当初は、両社に、共通のフォーマットである 2DD のフロッピーディスクや、ネットワークなどを利用したデータ交換が行われた。中には、 日本 IBM の PS55Z のようにオプションで 1.2MB フォーマットのディスク読み出しに対応したドライブを搭載可能とした機種も存在した。次第に3モードフロッピーディスクドライブが両社に普及した。2000年代後半から他の大容量電子媒体の登場に伴い3.5インチ FD の売り上げは大幅に落ち込んだ。2009年春に 日立マクセル、現、マクセルホールディングスと三菱科学メディアが FD 生産が撤退。最後まで FD 生産を続けたソニーも2011年3月に中華人民共和国のメーカーに委託している FD の生産を終了した。ソニーから発売されていた3.5インチ FD のパッケージには長らく世界の3.5フロッピーはソニーから始まった。 シン数1980と記されていた。当初、フロッピーディスクは、自生体の塗布技術に難点があり、不良率が高かった。しかし、特定 OS 用の初期化作業時に、全品検査する方式が導入されると、不良率が激減した。さらに、自生体の塗布技術が向上し、1990年代前半には、品質が安定した。その後は大容量化が図れず、 日本ではコスト削減から製造ラインの国外移設により品質も低下した。1990年代中盤には雑誌や本の付録に3.5インチディスクが使われることもあったものの1990年代後半にはすでにフロッピーディスクは容量、速度、信頼性のいずれも時代遅れとなっていた。ディスク、フロプティカルディスク、 ZIP、JAS など、より高速大容量の媒体もあったが、フロッピーディスクは起動用ディスクとして使え、ほぼすべてのコンピューターで共通に使える利点が、大きく、長らく使われ続けた。おおむね2000年頃まで、フロッピーディスクは盛んに使われていたが、読み書き速度も高速で、大容量かつ低価格なフラッシュメモリ、特に、USB メモリ、および SD メモリーカード。 SDHC 以上が普及したこと、フロッピーディスク以外の記憶媒体、CD、DVD ロ m などからでも OS の起動やセットアップができるようになったことから、フロッピーディスクは徐々に廃れていった。また、本の付録としての使用は、より薄くて大量生産が可能な CD、DVD ロ m などに移行し、また出版社や著者のウェブサイト上でのファイル公開という大手段ができている。 ただし、自作機市場では2010年頃まで一定の需要があり、自らシステムメンテナンスを行う自作機ユーザーは、フロッピーディスクを最後の起動手段として常識的に搭載してきた。だが、近年の Windows では、フロッピー起動では NTFS の読み書きをするには、上級の知識と技術が必要なため、この意味での搭載の意味は薄くなった。DSP 版。 Windows のライセンスはハードウェアとのセットで販売されているため過去にはフロッピーディスクドライブとのセットが見られた。これはフロッピードライブは今後発展がないと推測されるため交換する必要がなくライセンスを維持したまま他のパーツを自由に交換することができる上に安価であるためである。この販売手法がフロッピーディスクドライブインターフェースを搭載しない。 マザーボードが主流となった後にも一部で継続され、DSP 版 Windows を廉価に販売及び購入する方法の一つになっていた。フロッピーディスクドライブの製造が各社で収束したことや、マザーボードから FD インターフェースが廃止になったこと及び、2010年2月よりフロッピーディスクドライブとのセット販売禁止されたことにより、この方法での販売も収束した。 その他の需要と問題点については口述する、レガシーシステムとしてのフロッピーディスクを参照。フロッピーディスクの自生体特性は、規格に定められているか、あるいはデファクトスタンダードとして定着しており、メディアの差別化は、自生体をフィルムに固定するバインダーと呼ばれる接着に、工夫を凝らしていた。自生体の剥離を最小限に抑えヘッドの正常性を保つもの、導電性を持たせて、 ほこりの付着を防止したもの等があった。でも古いメディアをドライブに挿入するとヘッドにカビが付着したメディア読み取りも不可となる事例がある。享受したメディア使用時白い子が吹いていないか確認するユーザーもいる。フロッピーディスクの記憶容量を増やすためにフロッピーディスクと上位互換を持ついくつかの製品が開発されたこともある。それらを総称して大容量。 フロッピーディスクという。しかしそれぞれ専用のディスクと専用のドライブが必要で製品間の互換性もないため普及しなかったものがほとんどである。前述の自作機パーツとしての用途が廃れた後も、世界各国の刺繍機や現金自動預け払い機、医療、航空機関連の機器で、未だにフロッピーディスクは現役であり、日本国内では2011年3月以前に、 ソニーが生産と販売を終了した後も、その需要は消滅していない。一例として、西陣織では、食器に、文様の織り出し方を指示する、文衣装図の制作と生殖の過程で、以前は、文紙と呼ばれる穴開きやつがみ、歴史的には、コンピュータ以前の時代から使われていた、パンカードの由来である、イギリスで発明された食器のシステムそのものであるを、使っていたが、 1980年代に、モンに代わって、電子的な形式が制定され、コンピュータ柄システムフロッピーディスを使う機器が普及した。その後、フロッピーディスクの生産打ち切りに伴い、ほとんどの食器が使えなくなる恐れを生じている。このような問題に対応するために、京都市産業技術研究所で、システム開発され、2011年から西地森セミナーが開催されている。 アメリカ合衆国連邦政府でも2016年になっても未だに核兵器の運用部門にはフロッピーディスクが使われており、それらをはじめとする旧式システムの維持管理に年間600億ドル、約6兆6000億円以上も費やされることが問題となっている。2019年になり戦略司令部はフロッピーディスクデバイスをセキュアなソリッドステートデジタルストレージリューションに 置き換えたとア,ナウンスしたアメリカ国防総省は一刻も早くフロッピーディスクの使用を停止する方針を発表しているが新システム構築のために用意された投資額は旧システム維持費用の3分の1以下に止まっており簡単に言えば現在も機能しているため旧システムは使われ続けているこれらは同省固有の減少ではなく財務省や ホワイトハウスでもフロッピーディスクや1950年代のコンピュータプログラムが使われ続けている。これら旧システムには利点もあり、フロッピー機器はその古さゆえにインターネットから遮断され、サイバー攻撃の影響を受けないこと、また長年使用されてきた信頼性と確実性は新規システムを上回ること等が指摘されている。 なお、2015年段階で新品のフロッピーディスクの入手は困難となっており、アメリカ政府も専門の業者を通じて中古品を購入していることが伝えられている。5. おさむき